どうも、オリガルヒの皆様。今ね、ジャスト9時ぐらいになるんですけども、9月13日で追加放送をお届けします。えー、ご覧のように、一応ね、レンジを張ったところを黄色にしてみたんですよ。で、レンジオプションのちょっと気をつけるべき点っていうのは、ここに来たらセルでしょここに来たらバイでしょなんですけども、大体いいね、半分ぐらいのところに来たら一旦決済して、そこからは、そこまでのロットの半分で、再度、 エントリーするかもうエントリーをしないっていう形にした方が利益確保は守れてよろしいかなと思いますというのがねやっぱ収束に入る場合があるんですよそれをこれからちょっと解説したいなと思います一応レンジに決めたんですけども上下のボラティティがねここここそれからここここってだん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 ちっちゃくなってきてるの分かります上下でこういうふうにねこれをねちょっと30分でちょっとだけ拡大してみますね 黄色いとこを見ていただければと思いますけども今週始まったのがこっからでしょで一番高値がここで次はここが安値になってほぼそれは一緒なんですよ横で並んでるのはねほぼ一緒なんですけども今度折れ曲がって下に向かってるのが今の時間帯じゃないですかということはもしかしたらですよこういうふうな形になってほら何とかトライアングルの方向にも向かうし まあ収束の方向にもね、向かってるとも思えるんですよ。こういう風に。そうするとブレイク狙いになるじゃないですか。レンジオプションが通用しなくなるかもしれないんで、一応ね、今のところレンジオプションなんですよ。というか、今後の動きが、こういうのも予測されるんですよ。こういう風に来て、結局レンジに戻るみたいなね。そういうのも考えられるじゃないですか。それとか、こういう風になって、こういう風になって、ぐにゃぐにゃーっとなって、こうとかね。そうするとやっぱり、 始まりと終わりの天井と底ってのが決まった状態で、えー、エントリーを上下に繰り返すことができるってことになるんですよね。だこれが第1本命なのは今でも確かなんですけど、第2本命としてあのトライアングルね、ペナントができるんじゃないかなとか、場合によってはペナントの下が平らな形、ディセンディングトライアングルって言って下にぶち抜けるやつか、もしくはアセンディングトライアングルの形にはならないでしょうけども、 まあ普通にその収束して上にブレイクっていうのが考えられるじゃないですかこういうふうに第三の仮説まで立てられるわけなんですよねだから今の形を見て何を思うかっていうと今私が第三仮説まであのこうやって申し上げましたよねこれがもうできてる人とできてない人とかいるんじゃないかもしくは聞いて納得する人と聞いてもちんぷんかんぷんな人っていうふうな形で自分の力がどのぐらい今ね蓄積されてるかテクニカルの力がどのぐらいついたかってことは確かめることができると思うんですよ はい付け加えてもう一歩なんですけども先週はあれでしょあの口先介入があってちょっと訳のわかんない動きっていう風にテクニカル的には捉えてるんですよファンダメンタルばかりででも今週から始まったのは窓を開けてこっからじゃないですかだからここから考えるようにするといいってことをね申し添えてえー、9時の相場解説追加は 終わりにしようかと思います。それでは今度はね、午後にまた相場解説しますんで、私の第三活説までがどれが正しいのか、それとも全部が正しくないのか、正しくないとしたらなんでそうなったのかってことを検証する、そんな午後の時間にしたいと思います。え、一応私は個人的に利益確保はもうしたんで、あとはしっかりと解説させてもらいますけども、 早く気づけば早くエントリーできますからね。え、ですのでテクニカルをしっかり身につけて、私の解説よりも前に仮説が立てられて、私の解説で答え合わせみたいにできると、いや、本当にね、稼げる人になったんじゃないかなと。オリガルヒのメンバーにふさわしい人間になれるというかね、またグレードアップできると思いますんで、頑張ってやっていきましょう。まだまだ始まったばかりですからね、えー、しっかりとよろしくお願いします。